おはようございます、星耳です。今は朝の7時でアラームが鳴ったので起きてリビングに降りてきました。子供たちを起こす前に夫と協力して家事を済ませます。以前は夫婦ともに朝6時45分に起きていたんですが、最近私に家事育児の負担が偏りすぎてるよねって話になって、それで夫は朝6時45分に起きて家事を始めて、私は朝7時から家事を始めるように変更しました。おはよう。めちゃめちゃに大きいね。トマト水揚げに行こう。いや、長男と一緒にトマトに水やりをします。食べ物ができる過程を一緒に見れたらなと思ってトマトの栽培を始めました。そう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 、あーゆっくり、もうちょっとゆっくり、あー朝ごはんを食べます。以前はよくピザトーストを出していたんですが、次男が一切食べなくなっちゃって困って、いろいろ試した結果、スティックパンだったりレーズンパンだったら次男も食べてくれるっていうことが分かったので、最近は少し甘いものにはなっちゃうんですが、こういうものを食べさせています。あと次男は先月卒乳をしたんですが、先月行った1歳半検診でミルクをやめたなら1日1杯でいいから牛乳を飲ませるといいよって言われたので、朝に牛乳も出すようにしています。ちなみに以前の動画で次男は一生半検診で心臓に雑音があるって指摘されたというお話をしたんですが、先週その精密検査に行ってきました。エコーで心臓に穴が開いてないかとか、心臓の形が大丈夫かとかを見てもらったんですが、特に問題ないとのことでした。小さいうちは小さな心臓で頑張る結果、そういう音が入ってしまうこともあるらしいんですが、それは成長と伴ってなくなるものらしいし、特に何か対策も必要ないということで本当に良かったです。そろそろ子供たちの登園時間なので登園準備をします。まずは長男をトイレに連れて行きます。長男は徐々にトイレが上手になってきて、朝はパンツで登園するようになりました。幼稚園でも日中はお昼の時間も含めてパンツで過ごしているらしいんですが、ほとんどお漏らしをすることはなくなってきました。でもなぜか幼稚園からの帰りはパンツだと必ずお漏らしをしてしまうので、おむつを履かせてもらってるのと、まだうんちはトイレではできないので、おむつを完全に外すことはできていない状況です。トイレ行って、トイレどこ行くの、トイレ、トイレ、トイレ。私と長男はまだ家を出ないんですが、夫はもう次男を連れて保育園に行きます。夫の仕事が以前より15分ほど早く始まるようになって、その関係で最近は次男を少しだけ早く保育園に連れて行っています。もう赤ちゃんですか？赤ちゃん赤ちゃんごっこしてるの。では長男を幼稚園バス乗り場に連れて行きます。行ってきます。今日はね、ゴミ捨ての日なの。なんで？ゴミ収集車がね、ゴミを回収しに来る日なんだよ。なんで？なんで？帰ってきました。仕事を始めるんですが、その前に最近リビングを主に4つ変更したので、それをご紹介します。まず一つ目の変更点が家具配置です。以前は子供たちの喧嘩を減らすために、長男のおもちゃ箱はここ、この次男のおもちゃ箱は部屋のあっちみたいな感じで、二つのおもちゃ箱を離して置いていたんですが、もう最近は二人がレゴ、トミカ、プラレールを中心に同じおもちゃで遊ぶようになってきて、おもちゃ箱をくっつけて置いても離しておいても喧嘩するようになったので、もう二人のおもちゃ箱をここに並べておきました。加えてリビングの中心部を広く使いたいなっていう思いから、以前はここにソファーを置いていたんですが、ソファーは部屋のあっち側に持っていきました。
次に2つ目の変更点が、以前次男が食事の時に使っていたこのテーブル付きの椅子をもう片付けました。以前は食事の時は長男はこの勉強机の椅子に座らせて、で次男はこのテーブル付きの椅子に座らせてっていう感じで食べさせていたんですが、長男がこっちの椅子を羨ましがって2人でこの椅子を取り合いして大変なことになっていたので、もうこの椅子は片付けました。本当はこっちの椅子の方が次男が食事中立ち歩きにくいっていう点で便利だったんですが、そういう理由でもうこれを片付けて、今は長男も次男も2人とも同じ勉強机の椅子でご飯を食べさせています。次に3つ目の変更点が時計です。以前はこっちの時計を部屋にかけていたんですが、こっちは針が全部黒色なので、長男に長い針が12のところに行ったら寝ようねって言っても、秒針を指してるのか分針を指してるのかが長男に伝わらなくてちょっと困ってたんですね。でもこの時計にしてからは針が色が全部違うので、長男にちゃんと伝わるし、これは毎正時ごとにこんな感じで新幹線が動くので、子供たちがより時計を意識した生活ができるようになって、本当にこれ買ってよかったです。そして4つ目最後の変更点がマットです。今まではリビング全体にジョイントマットを敷いていたんですが、それらを全て剥がしてパークロン柔らかクッションマットを3枚敷きました。これがもう本当に大正解でした。というのもジョイントマットって裏が掃除しづらかったりとか、子供が1枚1枚剥がして遊んじゃったりとか、長く使ってると変形してきて隙間ができちゃったりとか、お茶とか飲み物をこぼすと隙間に入っていて裏を拭くのがすごく大変だったりとか、とにかく維持管理が面倒だったんですね。でいてそのジョイントマットを敷く前はここにカーペットを敷いていたんですけど、カーペットは子供が落としまくるご飯粒が絡まりまくってカピカピになって、ジョイントマットよりもさらにめちゃくちゃストレスだったんですよ。でもこのパークロン柔らかクッションマットに変えてから全てのストレスがなくなりました。具体的に何がいいかっていうと、まずもっちもちで踏みたくなるし寝転びたくなるぐらい気持ちがいいんですよ。でいて防水素材なので、ご飯を落としてもさっと拭けるし、牛乳をこぼしてもおもらしをしてもとにかく簡単に拭けるんですよ。あとこれ滑って擦れたりはしないんですけど、女性一人でも動かせるぐらいの重さなので、マットの下も簡単に掃除ができるんです。しかも絵柄も全部で7パターンあるんですけど、全部リバーシブルだし、こんな可愛い子供向けの柄もあって子供たちが大喜びなんですね。さらにベビー用品の国際的な安全基準もクリアしているし、結構クッション性もあるので子供がこけても少しは安心できているし、この上だったら子供が飛び跳ねてもあんまり音が響かないし、ロボット掃除機でも掃除機がけができるし、床暖房やホットカーペットの上でも使えるしで、本当にこれを敷いてからストレスが減りました。日本の保育園で10年以上愛用されていたりとか、楽天のプレイマットランキングで1位になったりしているらしいんですけど、本当にそれが納得できる商品で、本当にこれに変えてよかったです。これは全部でサイズは9サイズありまして、我が家はあっちに M サイズ2枚と、こっちに XL サイズを1枚敷いています。本当にこれに変えてからストレスが減ったので、ぜひ概要欄のリンクから見てみてください。4時半になりまして、仕事を終えてリビングに降りてきました。子供たちを迎えに行く前に晩ご飯とお風呂の準備をします。晩ご飯の準備をしながら全然関係ない話をするんですけど、最近ちょっと私反省していることがあるんですよ。っていうのも、この前長男の担任の先生と面談があったんですけど、長男は絵を描いたり工作をしたりみたいな制作遊びが苦手なんですって。で、よくよく考えてみたら、私自身家を汚されるのが嫌で、長男にあまりペンを持たせたり糊を使わせたりしてなかったなって思って、親の都合でそういうのをやらせてなかった結果、長男がそういうのが苦手になってしまったのかなと思ってすごく反省しました。それで最近の休日は時間を見つめては長男とスタンプ遊びをしたり、一緒にマーカーペンで絵を描いたり、粘土遊びをしたり、ボトルの糊を使ったりっていうようなことを積極的にやっています。正直
やっぱりそういう遊びは家が汚れがちなのでちょっとストレスではあるんですが、少しでも長男が楽しく得意になってくれたらなと思って頑張っています。子供たちのお迎えに行きます。実は悲しいことに次男が完全にイヤイヤ期に入りまして、保育園からの帰り道、一緒に歩いて帰ろうって言ってもう地面に這いつくばって一切動かなくなってしまいました。加えて長男は3ヶ月ぐらい前にイヤイヤ期が終わって、一時期は本当に天使を育ててるのかなって思うぐらい扱いやすい時期があったんですが、また3歳ぐらいから始まるって言われてる第1次反抗期に入ったのか、わがままがひどくなってきました。それで次男が保育園からの帰り道に歩かないってやり始めると、長男も僕も歩かないみたいな感じになっちゃって、保育園から家までは歩いて3分ぐらいの距離なのに1時間ぐらいかかるようになっちゃって、もう私もこれは無理だって思って2人乗りベビーカーでお迎えに行くようになりました。本当は歩くのは発達にすごくいいっていうので歩いて帰ってきたかったんですが、もうそんなことも言ってられなくなっちゃいました。それに実は2人乗りベビーカーも、もともとは前の席は普通に座ることができて、後ろは簡易な椅子がついていて、後ろ向きに座ったりとか、あとここにステップがあるのでここに立って乗ることができるみたいな仕様のものを買ったんですが、2人ともこっちの椅子に座りたがって喧嘩するようになったので、ここに取り付けられる椅子を買って、こういう風に取り付けて2人とも座れるような仕様に変更しました。本当に何もかも2人が一緒じゃないと喧嘩するようになってきたので、最近新しいものを買うときは基本的に2個買って喧嘩しないようにしています。ではお迎え行ってきます。見えるかな、見えるかな、あれ帰ってきました。長男も取りに連れて行ってから3人でお風呂に入ります。最近の長男は一人でトイレに入って扉を閉めたがるようになりました。でも扉を閉められるとちゃんとできてるのか不安で、いつも私の方がそわそわしてしまっています。出ない、もうすぐ出る。夫です。リモートワークをしていたんですが、少し仕事を抜けてきました。今から子供たちを引き上げます。晩ご飯を食べます。最近の次男はとにかく他の人のお皿が気になって仕方がないみたいで、私のお皿とか長男のお皿からどんどん食べ物を取っていきます。でもそれをすると長男がめちゃくちゃ怒り始めるのでちょっと大変です。で、長男はというと食べムラが激しくなってきました。日によってはブロッコリーとミニトマトしか食べない日もあってちょっと心配です。ちなみに以前は食事の時、子供たちの椅子の下にこの防水のシートを敷いていたんですが、パークロン柔らかクッションマットを敷き始めてからはもうこれは使わなくなりました。本当に簡単に食べこぼしとかも拭き取ることができて本当に楽になりました。どうしたんだよ。メリナ大丈夫よ。置いといて置いといて置いといて。私の担当の家事が終わったので、夫がお風呂に入ったり夫の担当の家事をしている間、私は子供たちと遊びます。最近の長男はトミカとかプラレールで遊ぶのが楽しいみたいで、よくそれらを並べて遊んでいます。あと替え歌を作るのにもハマっているのか、いろんな歌に自分が好きな乗り物の名前を当てはめて歌ったりしています。相変わらずドリルも好きでよくやっています。でもまだ3歳児向けのものはちょっと難しいみたいなので、2歳児向けのものをやったり、得意な数や迷路に関しては3歳児向けのものをやったりしています。
で、次男はというと、長男と同じくトミカやプラレールをよく並べて遊んでいます。あと、この棒に穴が開いた爪木みたいなものを刺していく遊びをよくやってたりとか、マッチングエッグっていう、こういう形を合わせるおもちゃみたいなのでもよく遊んでいます。その他、ジャングルジムも3段目ぐらいまで登れるようになったりとか、発語も突然増えてきたような感じがあって、急に発達が進んでいる感じです。ちなみに最近の2人の関係はというと、とにかくしょっちゅうおもちゃの取り合いをしています。相手が遊んでいるものが羨ましくなっちゃうみたいで、どっちかがトミカで遊び始めると2人でトミカの取り合いをして、どっちかがプラレールで遊び始めると2人でプラレールの取り合いをしてみたいな感じで、とにかく2人で同じものを取り合いしながら遊んでいます。喧嘩も以前よりも激しくなってきて、お互いに馬乗りになったり蹴ったりアンパンチって言いながら殴り合いをしたりしています。もうちょっと難しいよね。うん、うん、一緒にやろう。 OK、 ちょっと一回戻ってみて。夫がお風呂と担当の家事を終えてリビングに戻ってきました。そろそろ子供たちが寝る時間なので、子供たちの寝かしつけ準備をします。長男は以前は9時頃まで寝なかったんですが、長男の幼稚園は年少からはお昼の時間が1時間20分しかなくて、それで疲れているのか、最近は8時ぐらいに自分から寝たいということが増えてきました。次男も新学期で疲れているのか、以前は寝かしつけに少し時間がかかったりもしていたんですが、最近はベッドに連れていくとすぐに寝ていくようになりました。もう一回あんして、あんして、あんしてください。おね、今夫は長男の寝かしつけをしてるんですが、私は次男の寝かしつけが終わったので自分の部屋に行きました。仕事が終わってないので仕事をします。そろそろ寝ます。一時期やっと楽になったかと思いきや、次男は本格的にイヤイヤ期に入るし、長男は反抗期に入るしで、また少し大変な日々が始まってしまいました。下の子が3歳になるともう少し楽になるっていう噂も聞くので、あと1年半それを期待して頑張ろうと思います。今日は最後に、我が家がリビングに敷いているパークの柔らかクッションマット、これを敷いてから本当にストレスが減ったんですけど、これについてもう一度詳しくご紹介します。このクッションマットは日本の保育園の乳児室で10年以上愛用されているんですが、すごくもちもちな感触で、子供が転んでも衝撃を吸収してくれるし、大人が座っても気持ちがいいです。防水素材なので食べ物をこぼしたり、お漏らしや履き戻しがあっても簡単にお手入れができるし、ロボット掃除機にも対応しているし、ずれないんですが女性一人でも動かせる重さなので、マットの裏の掃除も簡単にできて部屋をきれいに保つことができます。さらにベビー用品の国際的な安全基準もクリアしているし、この上だったら子供が飛び跳ねてもあまり音が響かないし、床暖房とかホットカーペットの上でも使うことができて、楽天のプレイマットランキングで1位を獲得していることが納得できる商品です。加えて絵柄は全部で7パターンあるんですけど、全部リバーシブルだし、子供が喜ぶ柄もあるし、サイズも9サイズあるので、きっと皆さんの家に合うデザインやサイズも見つかると思います。ジョイントマットからこのマットに変えていこう。本当に維持管理の手間が減ってすごく楽になったので、ぜひ一度概要欄のリンクを見てみてください。ということで、高評価チャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。